ゴールキーパー渋谷、最終ライン左から万謝、センターバックでの起用林田、キャプテン関口、ダブルボランチは中山と佐藤、左のウィングバックに荒木、右に村上、ツーシャドーはアダユートンと鳥海、ワントップにピーター・ウタカ、ゴールキーパーは北村、最終ライン左から中川壮、川島、久富、中盤ボランチには新井と杉田、左のウィングバック島袋、右にウィングバックに榎本、前線は梶川がトップ下、ツートップは矢村、前節ゴールの千葉です。まあ、特に入りの方はね、大事になってきますよね。まあ、おそらくミラーゲームになると思うんで、はい、まあ、お互いに相手の出方変化を見ながらっていうところになると思うんですけども、サダイトボールを奪って前進していく、ここからシュート、ゴールの左にそれていきました。最初のシュートはアダユートンでした、はい。まあ、相変わらずシュートの意識高いですよね。まあ、前向きで受けた時の自信ですよね、うん。佐藤からそのファーサイド狙ったか、こぼれたボール回収しました甲府、ふわっと上げてくるヘディング、いきなりその満車でしょうか、頭で合わせていきました。アンダーラップです、そこは使わず一度後ろを向いて、佐藤から縦のボール、中山取り返、クロスを上げてファーサイド、ヘディング、一撃アダユートンヘディングで決めました。チーム最多得点9ゴール目。まあ、人と人が絡んだね、見事な崩しですよね。はい、この中山のアイデアのパスと取り替えのクロスも見事でしたし、最後ダイビングヘッドですね、素晴らしいゴールですね。はい、この1点は甲府にとってね、勇気をもたらしますよね。藤枝は全体的にこう選手がアグレッシブで活動量ありますから、はい、縦のボール奪われる、さあもう一度受け直して、はい、左足シュート、ー最後は矢村左足でフィニッシュです。甲府のビルドアップが少しミスになったんですけども、ショートカウンターからね、うまくワンタッチコントロールしながら矢村ですよね。さあ斜めのボール、ここも合いません、なかなか中に入っていけない藤枝です。一方カウンターの甲府、アダユートン胸トラップ、前には 4,5 人集まってきました。近いところ荒木、もう一度アダユートン、エリア内シュート、ファーサイド流れていきました。荒木とのワンツーからのシュートです。ドリブルで仕掛けながらですよね、うまく荒木とワンツーしながら、まあ、シュートでしょうね。まあ、左足振ってますよね。入ってくるボールになります。さあキッカーはフェイントした、ファーサイドを狙ったヘディング、最後は千葉のフィニッシュでした。いいところに入ってきましたけどもね、まあ、少しこうタイミングずらしながらですよね。もう一度作り直す、荒井右サイド、榎本、エリア内5人ファーサイド、ゴールキーパー渋谷のキャッチです。そして一気にカウンター甲府、宇多か収めた、キーパーと1対1シュート、ーよく戻しましたね、戻ってきました中川です。よく足を残しました。そうですね、ここで宇多がね、キーパーと1対1になりかけたんですけども、よく最後まで諦めずにね。アディショナルタイムは1分と表示されました。これ入ってくるファーサイドヘディング、ボールを回収、荒木シュート、ー決まった、荒木のロングシュート、から放ったシュート吸い込まれました。荒木、前半終了間際貴重な追加点です。甲府うまく予測してポジション取りながら得意の左足をね振り抜きましたよね。まあ、
最初のポジショニングとこのシュートまでの、ね、決断力が生んだゴールですよね。よく足振ってますよね。ディフレクションになったんですけども、まあ、これ北村はノーチャンスですかね。アダユート頭でワンタッチ取り替え抜け出した。宇高もいる。宇高に預けて宇高シュート、キーパー正面、もう一度宇高押し込んだ、押し込んだ。後半立ち上がり3点目。おっと、その前にオフサイドのフラッグが上がっています。得点かと思われましたが、その前にオフサイドの判定です。ただピンチの目を摘みます。荒木の守備でした。そして一気にカウンター、関口が持ち上がる。前には宇高、右には村上。村上使ってエリア内、中山もいる。中山、宇高、ここも北村が立ちはだかる。さあここもロングボール、いい判断だ渋谷。取り替えが収められればチャンス。シュート放った、決まる。ループシュート、よく見ていました。取り替え今シーズン3点目。後半にも追加点、大きく突き放します。甲府取り替えの、ね、裏への抜け出し、ループシュートも見事だったんですけども、渋谷の判断ですよね、はい、あ、少し藤枝が前からプレッシャーをかけに行ったところの裏返しですよね。藤枝がラインコントロール少し怠ったところの背後を、ね、うまく竹富も背後を狙ってましたけども、まあ、見事なゴールですよね。さあ2分を過ぎたところ、少し足止まりましたかね。ここから出ていけるか、大きく前線へ収められるか。矢村倒れたがホイッスルはない。自分でシュート、最後一人で打開しようとしました。短期のカウンターだったんですけどもね、よくシュートまで持ち込みましたけども、この辺りは矢村さすがですよね。はい、中には入れさせない、そんな強い気持ちも見える。さあ目安の3分超えて、今長いホイッスルです。甲府今シーズンホーム2勝目。4月20日の群馬戦以来およそ4ヶ月ぶり、長く暗いトンネルを抜けました。そして今シーズン2度目の連勝です。